国会議事堂前駅は東京都千代田区長田町一丁目にある東京地下鉄の駅である。駅名の通り国会議事堂の最寄り駅。丸の内線と千代田線が乗り入れている。銀座線と南北線が乗り入れるため池山の大駅とは改札内通路でつながっており、運賃計算上は同一の駅として扱われる。そのため、当駅発着の乗車券類で、 ため池山農駅の改札を利用することができる。丸の内線ホームは国会議事堂の敷地真下に東西に伸びる。千代田線ホームも東西に伸び、丸の内線ホームの西側と千代田線ホームの東側を連絡するコンコースがある。また、千代田線ホームの西側とため池山農駅の南北線ホームの北側と南北線ホームの南側と銀座線ホームの西側は、 それぞれコンコースにより連絡している。千代田線ホームの上には丸の内線の伏線シールドトンネルがある。この結果、4つのホームがそれぞれ端部でつながり、全体として折れ線上に連結している。これは南北線が開通した際に、当駅とは離れた位置にある銀座線にため池山農駅を新設し、南北線ホームを開始することで当駅と連絡したためである。 丸の内線は相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。2番線ホームと千代田線の乗り換えは一旦改札内コンコースを経由して1番線ホームを経由することになる。丸の内線のコンコースとホームは2007年に壁面がモルタル塗りから白色基調の人造石張りに改装された。丸の内線のホームから銀座線ため池山の大駅ホームまでは 千代田線と南北線のホームを経由し、徒歩で約15分かかるため、赤坂三月駅での乗り換えを推奨している。千代田線は、島式ホーム一面二線を有する地下駅である。ホームと線路が合わせて一本のシールドトンネルになっており、壁が湾曲している。単線シールド工法で建設したため、各ホーム間を結ぶ通路が6カ所ある。ホームも湾曲しているため、 常時駅員が降り、発車時に合図を出す。地上からの深さは37.9メートルあり、東京メトロの駅では一番ぶっかい場所にある。開業から40年以上が経ち、ホーム壁面の随所に漏水が見られたため、壁面のない材菜を一部交換した時期もあったが、2008年2月から2014年9月までの間、漏水を止めて、壁面と天井の補修工事を行った。 この時に発射標の移設も行われた。補修工事後は線路側が灰色基調の人造石張り、ホーム側が木目帯ル張りの壁面となった。丸の内線の駅は当初から国会議事堂の敷地直下にあったのではない。国会議事堂竣工当時の敷地は野球のホームベースのような形状をしており、当時存在した敷地境界者編部の一辺に沿った外側の行動の 真下に建設されたためで、後に、議事堂の敷地拡張により敷地内直下となった。一番出口は、拡張前の道路形状に合わせて設置されており、上から見ると、現在の道路に対して、ハの字のような配置になっている。五番出口は、千代田線の駅が開業した時に設置されたが、ため池山農駅の開業沖に駅舎を建て替え、同駅と共用するようになった。全ホームで、 スイッチ制作の発射メロディを使用している。丸の内線の駅は衆議院の敷地内に当たるため、衆議院より本院の警備上必要あるときは一時閉鎖を指示できるという対応条件が付けられている。この権限は衆議院の判断で行使できることとなっており、過去には実際に行使もされている。60年安保闘争が激しさを増し、 現実のように警官隊と学生との間で衝突が発生していた1959年12月10日と1960年4月23日には当時丸の内線だけの国会議事堂前駅が封鎖された。1960年の封鎖時は通過駅の取り扱いとなり電車は駅に一旦停車したもののドアを開けずにそのまま発車していた。近年では2012年 毎週金曜日に首相官邸前で定期的に発生した反原発デモのため安全確保を名目に夕方に限り一部で入り口が封鎖されたことがある。近年の1日平均乗降人員推移は下表の通り。近年の1日平均乗車人員の推移は下表の通り。注釈出典ありがとうございます。